金沢の中心から夢を叫ぶドリップラジオ金沢、今日もスポーツ&ミュージックバーアボサから生放送です。立島かすみです。はい、かすよみです。イエーイ。金沢市横川三丁目176の1。あれ、あ、もうごめん、私が連れ、176の1。失礼いたしました。迷わずに来てください、はい、お待ちしております。今日も来てくださって皆さんありがとうございます。ようこそ。ドリプラジオ金沢はですね、ドリームプラネットレディオステーションの略でですね、地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるまで夢に向かって頑張っていらっしゃる方々をどんどんご紹介していって、そして応援の連鎖が奇跡を作るというものを皆さんに届けていきたいと思っています。実際に今日もね、こうやって来ていただいて、初のねご夫婦、素敵、ご紹介します。赤坂武さん、ゆきさんです。イエーイ。いいですね。なんかこの間はチームでみんながにやかにこう来ていただいて、ガラリとかあってご夫婦という、なんかアゴさんのね奥深さを感じます。そして来てくださってギャラリーの方々、また個性的な方が今日はお越しで、噂によると深夜枠だけが喋るんですよ。いずれこのアボさんが深夜放送のみになった時に登場できいただける方が、とした耳に来てくださって、まだ今は深夜じゃない、まだちょっとね、今まだいろんなルール説明をしている段階で、はい、まだ納得いただけない。11時って自身がだいぶ夜なんですけどね、いずれ出ていただけるのは、夢を語りに来てください。楽しみにしてます、はい、おとなしくちょんといらっしゃいます。今日のですねテーマはですね、赤坂さんということで、はい、あなたの探すことは何ですか。赤坂探す、すいませんっていう、そういうベタな振りです。あなたの探すもの、何を探したい、探したい、あ、そう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 、探す、探すですね、はいはい。ドリップラジオアットマーク iCloud.com でお待ちしております。ドリップラジオは DREPRADIO ドリップラジオアットマーク iCloud CLICLOUD ICLOUD.com COM でお待ちしております。では今日は赤坂さんご夫婦でお送りいたします。お楽しみに。ドリップラジオ。さて、赤坂武さん、あなたの夢は何ですか。はい、私の夢は何かな。何かな。すいません、ドリップラジオに来て何かなって言われてしまうとですね、はい、ありすぎてですか。ありすぎますね。言ってください。いっぱいありますね。世界平和ですね。そこから、はい、今日39分で終わりますから、ね、終わらないです。終わらないですか、はい、じゃあその2番目ぐらいの、あ、2番目、はい、2番目はですね、はい、やっぱり、まあ、ちゃんと喋ると白山でロングトレイルのイベントをやることです。はい、ロングトレイルっていうとどういうなんか意味あるんですか。はい、私が7日間250キロというですね、うん、超過酷なマラソン大会に出てきて、うん、その中で私がもう成長してきたと思うんですね、うんうん、挑戦するということで、はい、でそれもいろんな人に応援されて、うん、でいろんな人の思いを背負って走ってたところもあって、うん、でそして自分が、まあ、大きくなったような気がするんですね、はい、でそういう場を日本でも開催したいな、作りたいな、はい、というふうに思ってて、うん、だからこの白山という素晴らしい場所があって、はい、でそこでそのような大会ができないかなと思って、うん、いるのが今私の夢ですね。はさらっと250キロと言われましたが、はい、一般でフルマラソンが、
長いです。42.9 キロです。みんな47って書いてあるけど。で今さ、みんなしてさ、突っ込んでくれたでしょ、はい、みんなして心配したあの感じ。フルマラソン知らんのかっていう。250キロって人として走れるものなんか想像もつかないんですけど。はあ、走れるんです、え、走れる。走ったんですよね。走りました。現実に走った方。行きましょうか、一緒に。は距離でいうと250キロってどこからどこぐらいになるんですかね。どこからどこ、あ、金沢から名古屋までが250キロぐらいですね。あ、そうそう、今日ね、あのフェイスブックで告知をした時にそうやって友達が走ったっていう、あ、あのロビンという私の大好きなあの仲間がですね、今日はそういうリアクションをしてくれました、はい、彼はあの地球をいろいろこう渡ってるあの人なんですけど、簡単に説明できない。地球中に友達がいる人なんですけど、名古屋から金沢が250キロってそういえば言ってましたね、友達が走ったってい うん、ありますね、そういう大会が ね、そこを走るぐらいの長さで、はい、それを7日間で、はい、あの斉藤清美さんは走るのは得意ですか、はい、そうですね、どっちかっていうと長距離の方が好きでしたね。フルマラソン何キロでしたっけ。フルマラソンは 42.195 キロです。走ったことはないです。声大きい。ないですけど、もうね、あの小学校中学校とかのレベルのマラソン大会では結構4位とか。何キロでした。女子は5キロ。5キロも走ってない気がする。え、そんなに走りましたか。走りましたよ。あの、すいません、言ってきます、同じ学校じゃないです。同じ学校じゃないですけど、そうそう、大体と同じようなもんかなと。そう、はい、男子10キロ、女子5キロとか、そんなもんじゃないですか。そうですね。さすが赤坂さん。でもそれでも4位とかね、素晴らしい、いいじゃないですかね。250キロ走れる人。走れますね。走れない、走れない。聞きたいのは、はい、どこでその250キロまで走ったことがあるんですか。一番初めに走ったのは、はい、サハラ砂漠ですね。あの、よろしいですか。はい。サハラ砂漠というのは砂漠ですね。砂漠ですね。ルートとかは、はい、道があるわけではなく、ないですね。ないです。大砂丘地帯を、これもずっと道なき道を走って、ね、足場も悪いってことですね。足場悪いですね。そうね。もう両手つかなきゃ登れないような砂丘とかもありましたし、ね、もう本当にね、そうそう、足ガーってかかないと登れないような。それも含めて250キロ、はい、そうですね。いいですか、はい、それは何をこう目的にの元々の階段ですかね。え、サバイバル。来れるもんなら来てみろ。どういう、その考えたらすごいと思いません、ね、そこまでの過酷さっていうか、まあ、みんないろんなものを求めてくるんですよね、はい、私はさ、サハラマラソン出ないって誘われて、はい、いいよっていう、そういう軽いノリから始まったんですけど、はい、行ってみてびっくり。行ってみたら面白い。面白い。楽しいんですね。楽しい。どのくらいの人数の方が参加してるんですか。サハラマラソンは900人ぐらいですね。世界中から、はい、みんな経験したじゃないですよね、多分ね。初めての人もいますね。初めて走ったマラソンがサハラマラソンという人もいましたよ。その人無事完走されたんですか、ね、無事完走しましたね。はい、はい、どうしたらそういう気持ちになって乗り越えていけるのか、はい、よく走る方はね、途中でこうあのハイになる瞬間があったり喜びになったりするっていう、ランダーズハイとかいろいろじゃないですか、はい、何かそういう喜びを得たら越していける人になるんですか、はい、なるんですかね。赤坂さんはどうだった、もともと。もともと走るのが好きな人なんですか。もともと好きだったんですね。その前にフルマラソンと100キロマラソンとかは経験してたので、学生時代も好きで気軽に誰かから声かけられてやって100キロも走れた人。まあ、学生時代はパラグライダーっていう、空飛んでたんですよ。空飛んでたのがいきなり地上になった、はい、地上になっちゃったんですね。でもね、パラグライダーって、はい、僕は菅平高原っていう標高が1500ぐらいのところでやってたんですよ、はい、そうすると空気が薄いでしょ、はい、でインストラクターやったので、うん、1500の空気の薄いところで走り回ってたんですね、うんうんうん、お客さんを飛ばすために、はい、
ちょうどね、高地トレーニングになったのかもしれないですね。あとは重いパラグライダー、まあ、15キロぐらいなんですけど、それ持って、お客さんのを持って山登ったりしたので、で、サハラマラソンも食料も全部背負うんですけど、重さが15キロぐらいなんで、あ、ちょうどこのためにあったのかな。なんかもともとこうなんか負荷をかけながらの好きな方っていうか、奥様いかがですか、そんな方ですか見てて。まあそうですね、ちょっと普通じゃないかもしれない。最高の褒め言葉です。ありがとうございます。最高ですよね。ここの店 の、 あのキャッチフレーズご存知ですか。変人が集まる店って書いてあるんですけど。ああ、じゃあ来ちゃった。はい、もう来ちゃいました。合格です。あ、よかった合格です。いや、そう思うと、じゃあそういうものが好きな人が当たり前に乗り越えてて、それで今走るのもやって、100キロもやってみて、はい、走ってみないかって言われて、はい、走ってみて、はい、やったっていう喜びなんですけど、もう二度とやる前かと思いましたね。でね、サハラマラソン出て出たのもですね、誘われたかいいけど、やり方全然分かんないじゃないですか。どんなレースかも分からないし、どこ走るのかも、で大会側からパンフレットが送られてきたんですよ。そしたらね、普通みんな苦しそうな顔してると思いますよね。みんなね、笑顔なんですよ。最高の笑顔なんですよ。なんでこんな苦しい、だって気温50度超えてるんですよ。夜誘えてるって言うんですよ。うわ、そうですよね。でもみんな最高の笑顔なんですよ。どういうことですか。なんかそれが知りたかったんです。僕ももしかしたらそこに行ったら、こういう笑顔になれるのかなって。なんでこれ笑顔なんだろう、知りたかったんだ。そういうね、好奇心が先に出ちゃったんです。あ、知りたい。 そこに行ったら不安よりもやれた、はいはい、そうですね。でも準備とかされたんでしょ。トレーニングも しました。はい、どういうトレーニングすればか全然分かんなくて、どうされたんですか。人に聞きまくりましたね。そう、はい、例えば、もう実際にはこうキャンプをしながら7日間過ごすわけですよ。はい、そうするとどんなもの持っていけばいいかもわからないし、普通のレトルトパックなんか持ってったら重いわけですよ。なのでどういうのを持ってばいいのかな、あとどういう靴で走ればいいのかな。それまではマラソン走ってたので、その軽い靴なんですよね、通気性のいい靴、つまり砂がいっぱい入ってくるわけですよ。ね、もう砂漠の中で砂入ってきたらもう、そうですね、動かなくて普通で起きちゃうので、どういうのすればいいのかですか。まさか登山用じゃないですよね。登山用じゃないですね。砂用があるんですか。砂が入らないような生地のものとか、入らないようなその、まあ、カバーをしたりとかですね、あるんですね。まあ、はい、その準備をして、準備をして、はい、一番完全な準備したのは足元と食べ物 と、 食べ物と、あとはね、火も自分で起こさなきゃいけないんですよ、ね。7日分、繰り返します、はい、食べ物も自分で持ちながら、はい、ある意味自己責任の上で、自己責任ですね。それ火起こす、火も起こす、夜ね、寒いとかあったりとか、お湯を沸かした方が、はい、ドライフードってね、インスタントラーメンみたいなの持っていくわけですよ。はあ、水じゃなくてお湯じゃないと美味しくないし、ね、ふやけないですよね。お湯沸かすんです、火つけて。で、燃料いっぱい持ってたら重くなっちゃうので、はい、軽い燃料はどれなんだろう、あるんですか。あるんですね。石2つとか叩いてなんか、ね、チャットマンでもなさそうだ、はい、アウトドア屋さんに行ったら、アウトドアグッズですね、行ったらドイツ軍が使ってるとか言って、こんなちっちゃい固形燃料って売ってるんです。へー、そういうのを試して、僕が神奈川県出身だったので、湘南海岸でね、重い15キロぐらいの荷物を持って走って、今日お昼の時間になったら火を起こす練習とか、でそれでご飯食べて、そのレースの想定さね、でそれ食べて夕方まで走れないかなと思って走ったりとか、それを1ヶ月くらいとか、例えばどれぐらいの前もって準備っていうかな。出るレースは3月だったんですけども、まあ、半年ぐらい前から始めましたね。ああ、じゃあ十分万全な準備というか、シミュレーション、イメージ、テスト、練習して。そうですね。そう、あと寝袋も持っている。で、砂漠夜は5度以下で寒い、息白いんですよ。うわ、でも軽くないと、ね、重いじゃないですか、荷物が。だから、軽いシュラフで夜も耐えられる。だから、シュラフ買ってくるじゃないですか。はい、3月レースだから、もう冬ですよね。
冬窓開けて、はい、このシラフで寝れるか、はい、部屋の中ですごいですね。今ね、ここまで聞けば聞くほど250キロ走りたい人が増えたかっていうとこれ一番ちょっとね、今責任感じてるんですよ。通常のマラソンの知識とは別のことがたくさん、ね、はい、ね、分かってないといけなくて、そうそう、それに対応する体の作りもしなきゃいけない。でここまでしてやって良かったの話はじゃあこの後にお送りします。いよいよ楽しみを聞きたいと思います。スポーツアンのミュージックバーアボサ、看板も新しくなりました。変人もそうじゃない人も集まるときっと何かが起きる。エブリデイ楽しい企画考えてます。そんなアボサで夢を語ろう。ドリプラジオもいよいよスタート。スポーツアンのミュージックバーアボサ、超変人のこの男が待ってるよ。してますドリプラジオ。さて250キロ走るためにはいかに準備と練習といろんな場面を想定してやるか、気温差もそんなすごいというサハラを走った、はい、浅川さんがさらにこの250キロ走ることを広めたいわけですからね。そうですね。その喜びの部分を、はいはい、走ってよかったな、はい、君もどうぞの話をこれから、はい、何が一番良かったですか。まあ、いろいろあるんですが、はい、一番良かったのは、普通のマラソン大会っていうのは沿道にいっぱい応援する人がいますよね。うんうん、そうすると選手同士ってある意味敵であったりライバルであったり邪魔な存在であるんですね。だって1万人とか2万人とか、うん、もう自分の走る、ね、ペースで守れないわけですよ、はい、あの人嫌だなとか、はい、あのおじさん抜かしちゃおうかなとか思うんですよ、うん、でも砂漠のマラソンって沿道にいないですよね、うん、道ないんですから、ね、そうすると応援してくれる人いないんですよ、うん、誰が応援するかっていうと、うん、一緒に出てる参加者、ランナー同士がもう応援団なんですね。ラクダでもないですね。実はラクダいるんですよ、ね、いるんです。いるたまにいるんですよ。ラクダのね、骨とかもよく落ちてる。リアルね、リアルそういうそっち方面、はい、うん、そうするとマラソン大会だとあのおじさん抜かしちゃおうとか、あの人抜かしてゴール行こうとか思うんですけど、この砂漠のマラソンだと、あの選手と一緒にチェックポイントまで行こうかなとか、あの選手と一緒にゴールを行こうかなとか、ね、そういう風になってチームになってくるんですよ。それを走ってみて分かったこと。そうですね、走らなきゃ分かんなかったですね。でなおかつテントにこう泊まりながら進むんですけど、7日間同じテントの仲間なんですね、うん、そうすると、まあ、初めは知らない者同士ですけど、まあ、次第にも仲良くなってきて、うん、戦友ですよね。なるほど。なのでよし今日も頑張ろうぜとか、うん、でそのうち1人こうリタイアしたりとか、うん、2人消えたりとか寂しくなるわけですね。やっぱりそういう人もいるんですか。いますね、リタイアしちゃう人も、うん、でも本当に泣いてるね、うん、もうやっぱりこう7日間250キロ仕事持ってれば、うん、どれだけ休んでいくんだったらね。赤坂さんですよね。私もね。よくそこが一番大変な、あの実は本番よりも乗り越えなきゃいけないハードルがある。そういういろんなみんな思いを持った人たちが参加するので、ね、やっぱりリタイアすると慣れちゃうんだね、大体。だからそういう悔しさもよくわかるので、みんなで南部さんだったりとか励ましたりとかしながら、まあ、ゴールという最終目標に向かって、チームでこう、やってるわけです。もともとチームになってるわけじゃないけど自然にそうなっていって、はい、うん、ってことですか。なっていきますね。同じテントメイトじゃなくても、うん、例えば僕は足の裏が半分ぐらいベロッと皮むけたんですけど、足の爪も6枚剥がれたんですけど、同じペースで、ね、今ちょっと痛さ今2人で共有してます人としてどうなっちゃうんですか。その剥がれるっていうことは、血もじわっとなってて、はい、痛いですね。なんか、こう抑えながら。一応痛み止めもらってましたけど、でも、ね、お昼過ぎたら痛み止め切れちゃうんで、もう痛くてしょうがないですね。でもそれでも走るっていうのは、足が痛いとね、同
じように豆ができたり爪が剥がれてる人と同じペースになるんですよ。そうすると同じもん同士で仲良くなるんですね。お前もか、そう、君もってなる。そうか、足の爪というのはそういう単語なのかって、豆ってこういう単語なのか、外国人は。どれどれとか言いながら、そうそう、俺六個とか言いながら、そうそう、てえなーとか言いながら、本当だよなーって。へー、仲良くなれちゃうんですね。あとね、お医者さんがいるんです、ボランティアで。豆ができたり爪が、うん、あの剥がれるから、うん、お医者さんと仲良くなれたんですよ。お医者さんと仲良くなって、お前また頑張れよ、ダメでもやるから、ありがとう。いやー、なんか想像できない喜びの世界ですね。あの私たち日常じゃありえない、なんかその人のありがたみと、それを経験しちゃうから、250キロ君も一緒に走ろうよってことですか。そうですね。奥様いかがでしょうか、このなんか経験は。奥様も走ったことは250キロ。いや、私は、はい、応援する側なので。応援する側、はい、素晴らしい。ドリプラジオ的には最高の。でも聞いて分かりますか、この話って。うん、なんかでも剥がれてる爪は何度も見たことあるので、なんとなく走ったことないけど。どうやって勇気づけるというか。勇気づける、そこが素敵とか言うんですか。どうなんだろう、でも信じることが一番あれなのかもしれない、本人にとって。あ、なんか、ありがとうございます。リピートアフター。信じることが一番大事。ね、二人メモしますかね。今日の信じることが一番大事。はいはい、でもそういう思いってやっぱ伝わってくるんですか、そのそばにいてくださる人っていう意味では。そうですね。じゃあサハラの時はもう結婚されてるんですか。いや、サハラの時はまだ知らない。知らない、ね、あ、じゃあ後で聞いて。そうですね、サハラ走った人だっていうので知り合った。でサハラはじゃあそういうのでたくさんの楽しみが、あの南極もあったって聞いてますが。そうですね、南極もきっとないですよね。何もないですね。ペンギンが応援してくれるとか。ペンギン置いてくれますよ。ペンギン近づいてくるんですよ。本当です。でも僕らは逃げなきゃいけないですね、ペンギン来たら。なんで？ペンギンは7メートル以上離れてなきゃいけないっていう南極条約でルールがあるんです。向こうが近づいてきたら逃げない。そうそうそう、置かなきゃいけない。来るなよって逃げない、ね、ペンギンよくあの束になってこう動いてますけど、はい、ペンギン束で来るんですか。結構単独通りでしたよね。あるある、かわいい。7メートル距離を保たなきゃいけない。人間の方が避けながら、そこも250キロ。そこも250キロ。でももう生き物じゃなくても目に見えるものが全て自分を応援してくれてるような感覚になってくるんじゃないですか。本当ですか。だってどう、合ってます。まあこう寝転がってるアザラシが応援してくれてるとは思えなかった。さっきあってごめん、ペンギン応援してるってのはちょっとツボに入っちゃったんですけど、手振ってくれるわけじゃなくて、なんか応援してくれる気がするってことですか。ペンギンは応援してくれてたと思いますね。どんなところか。ペンギンと一緒に走りたかったんですよ。なんか赤坂さんの、ね、キャラクターがね、分かってきた。なんか楽しい。動物と話せるというか、ペンギンを応援してくれている。そうですね、なんか通じるものが、通じ合うものがあったんですよ。ね、イルカと泳ぎたいって人がいますが、はい、ペンギンに応援されたい方は南極の、あの250キロ。ペンギンと走りたい。そう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 。ちょっとね、楽しい感じがしてきた。でしょ、砂漠走るの。いやー、でもまあ頭で考えると砂漠も南極もすごいなと思うんですが、じゃ達成した時の喜びがあるから進めてるんですよね、皆さんにも250キロ。あのね、達成したのもちょっと楽しい、嬉しいですよ、嬉しい。途中途中がやっぱりね、今の言った話が楽しいんです。そこですか。そう、あの楽じゃないけど楽しいんですよ。楽じゃないけど楽しい。ゴールが一番じゃなくて、その間の本当に走ってる時のいろいろなことが楽しいということ。間が楽しくないとゴールまで行かないんですよ。そう、俺はそうですよね。はい、それはじゃあ頭の中で想像してたのとは全然違ってたっていう。そうですね。そんな砂漠の大会作るなよって思いながら。
も楽しいですね。すごいね。びっくりした。目の前が。カサカさんの、ね、笑顔を見てて、ね、楽しそうな気がする。やっぱりと思って。ね。現実に今のこう予定されているものっていうのがどんな風に皆さんには今の段階でお伝えすると、250キロ、白山から走ってみませんかぐらい。そうですね、白山の白山ロードを使って7日間250キロのロングトレイルというふうに言ってるんですけども、山の中をですね、進んでいくと、そんなような食料も背負って、キャンプをしながら進んでいくという大会を夢見てですね、活動してるんですけど、実際にね、長谷川さんのこうあの頑張ってらっしゃる姿とか、こう名刺見てください、これ、違う方みたいな、本当ですね、もうなんかワイルドですね、ワイルドな雰囲気、顔の雰囲気がちょっと表現してください、険しい、険しいというか、険しい、ひげも。こう生えてる感じで色も黒くてこうその場にこう順応してるみたいない今の雰囲気とは違いますね。違いますね、はい、お仕事は何をされてる方なんですか。あ、今ですか、はい、今は金沢工業大学で講師という仕事をしてますね。じゃあ、 学生さんたちを前に、はい、で今見た話をちょっと通じますか。喜んでくれますね。よかったです。じゃあちゃんとそういうついてくる人もいて。たまにですよ、そういう話を。授業大事なんで。本当ですか。授業大事。あまり加藤さんイコールでもないんですか。まあ本当そういう話いっぱいしたいですけどね。学問を教えないと。あ、そっか。お仕事ですよ。お仕事ですからね。わかりました。じゃあ詳しくはまたきっと今後、今予定で言うと、たくさんのその250キロ走るっていうのは。はい。はい。まあ本番を来年に。やりたいと思っていて、そのためのプレ大会をですね、まあ今年の9月の、まあ中頃ぐらいにということで、で皆さんに詳細をご紹介できるんじゃないかと思うんですけど、その時ってこう人数的にはそんなたくさんで走るわけじゃないんですよね。そうですね、山の中に、ね、100人も200人も何千人も入ってしまうと環境負荷になってしまうので、自然との調和を大事に考えているので、まあ、今年は多くても30人から40人ぐらいの、そうか、まず準備という段階での第一弾を一回やるという。そうですね、はい、その後も楽しみ。じゃあ今度は奥様の話もちょっと伺いたいと思います。スポーツ&ミュージックバーアボサ、看板も新しくなりました。変人もそうじゃない人も集まるときっと何かが起きる。エブリデイ楽しい企画考えてます。そんなアボサで夢を語ろう。ドリプラジオもいよいよスタート。スポーツ&ミュージックバーアボサ、超変人のこの男が待ってるよ。トリトリプタプタトリプタジオ。さて今度は奥様でございます、赤坂由紀さんです。よろしくお願いします。あんなに素敵な、ね、何事にもチャレンジ精神旺盛の旦那さんを持ってらっしゃる奥様は何をされてる方なんですか。世界平和。世界平和同じ匂いです2番目の夢は2番目の近い夢としては、はい、今のイベントを企画してまして、はい、来週の日曜日なんですけれども、はい、じゃ今日お持ちいただいているものを皆さんにご覧いただきましょうかね。どうでしょうか、聞こえとか。じゃあこれ一回見せて、今音がないのでそのまま切り替えて。はい、今見ていただいた、はい、このチラシの5月26日に、はい、見ていただく、はい、なんかバクというと安全な食について考えるイベントなんですけれども、これ自体が講師が東京の方か、東京から渡辺千恵子さんってオーガニックコットンを世の中の方に広めた方なんですけども、まあ、彼女を
東京時代に一緒に東北の支援してまして、で一回こちらに金沢にお招きしたいというところから始まったものなんですけれども、すごい今それに向けてすごく進んでらっしゃるという。そうですね、おかげさまで、もともと渡辺千恵子さん、なんて言うんでしょう、大きなビジョンを掲げる方で、この企画決まった時、ゆきちゃん500人を集めようよ、さらっとさらっと言われて、はい、ですよね。で私のこちら来てまだ1年ちょっとなんで、うん、相当ハードル高いなと思ったんですけど、まあせっかくの機会ですし、はい、なんかそういうボールが回ってきたならやってみようと思って、はい、で受けて、そうですね、受けて、そうですね、はい、はい、でも26日に向けて今どんな感じで皆さんによかった告知もガンガン、あ、はい、実は本当にありがたいことに、もういろんな方、本当これご縁がもう全てだと思ってるんですけど、今時点で400人、はい、申し込みとチケットを、はい、ゆきさんもさらっと行かれる方ですね。いやいやいや、もう相当もういろんな方に助けていただいて、言われて今400って今、そうなんですよ。で本当になんていうか、思ったことしか叶わないんだなっていうのを改めて、はい、なんて言って皆さんに伝えてるんですか、そこまで。そうですね、世界平和のためにいやでも、はい、いいですよ本当に。これそうですね、もともとは、まあ、渡辺さんを招きしたいと思って始めたものですけれども、本当に使命感を感じていて、主題は遺伝子組み換えの食べ物に関する映画の上映会と、あと講演会なんですね。で、なんだろう、結構日本ってもうすでにそういう遺伝子組み換え作物の輸入大国って言われているだとか、実は既存のメディアでなかなか放映されてないことがあり、今の機会捉えてぜひたくさんの方、ただ500人の目標というよりかは、まあ、500人からまたさらに広がっていることを願って、今回進めています。5月26日、これは松尾文化会館大ホール、そうですね、はい、1時スタートが45分、はい、今ね、なんで確認したかというと、普通ありそうでないじゃないですか。わかります。半じゃないの、45分から始まるんだなっていう。これはなんかわざと。それはですね、いいところありがとうございます。本当に手弁当で始めたイベントで、はい、会場のこう時間、はい、借りる時間がありますよね。はい、その、まあ、制約から、はい、準備期間とかを逆算すると、はい、もうギリギリの予算でできるのがその時間スタートと。さあ、これ45分になったわけですね、はいはい、いいですね。逆に印象残りますね。5月26日日曜日1時45分から始まります。はい、松尾市文化会館、あ、松尾市じゃない、松尾文化会館、白山市の松尾文化会館大ホールで行われます。これが前売り、事前予約は1500円、当日2000円ということで、まあ、実際より身近でね、皆さんにより食についても考えてもらいたいという会だということで、ご主人、はい、こういうふうに頑張ってらっしゃる奥様の素晴らしいところはどんなところですか？やっぱりね、もう何でももう果敢に攻めてきますよね。赤坂さんもだと思いますけど。僕以上ですよ。どんなところが？もうあそこに行ったらビラシ置いて、チラシ置いてくれるかなと思ったらもうすぐ行っちゃいますもんね。本当、うん、あの人にこれ伝えたいと思ったらもうすぐ行っちゃいますもんね。チケット買ってくれたって。はい、横で見てて、そのパワーの源は何だと思いますか？パワーの源ですか。やっぱ楽しそうですよね。こういうね、赤坂家の方針っていうのが、私たち二人は笑いの絶えない家庭を築きます。私たち二人は相手が喜んでいるとき、自分がそれ以上に喜び、幸せを分かち合います。私たち2人は相手が落ち込んでいるとき、そのまま受け入れてサポートします。私たち2人は旅行や冒険をし、世界に羽ばたきます。私たち2人は定期的に2人の方向性や夢を語る時間を持ちます。私たち2人はお互いの両親や兄弟、親類、恩師、友人を大切にします。私たち2人はボランティア、寄付活動に参加します。私たち2人は型破りな自由な夫婦でいます。私たち2人はこれを実践し、長く幸せな一生を共にすることを誓います、というものをね、
あるところで手に入れたんですけど、ここら辺りは赤坂家の方針、はい、そうですね、結婚式の時に二人で誓った言葉ですね。素敵です。今私がね、さらっと言っちゃいましたけど、きっと二人はね、見ずに言えたあれですか。当然ですよ。でも今言われた二人の話がちゃんとここに全部入ってるなと思って、セラストが大好き、型破りな自由な夫婦でいます。守ってますか。そうですよね。世界平和がなかったね。いいな、もうご結婚されて何年になるんですか。3年ですね。あ、丸3年、4年目ですね。これは2人で決めて。そうですね、2人で決めて、朝一緒に声出して読むとか。あ、結婚記念日の時には読んでますね。本当ですか。はい、どうですか斉藤家。斉藤家はあんまりここでは言えないような感じの夫婦ですけれど、タスマキはですね、自由ですよ。でも自由でいいんで、自由は、タスマキも自由を、セルフサービスと自由を、で、結婚記念日の時に結婚式の時の映像を見ようっていうのをやってたんですよ。毎年触る時、子供が言ったんですよ。また同じの見るのって言った時、それ同じだなみたいな。そこからなんか薄くなってきましたけど。ないぐらい。だね。そのご夫婦に今日はあの斉藤清美が恒例の生歌プレゼントが、ドリプラジオの恒例のものをお送りしたいと思います。今すっかり忘れてました。どうぞ。すげえな。皆さんもよかったらご一緒に。僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。もう誰より誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、いやささ教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが四万十の宝。いやささ。いかがでしょうか。最高ですね。赤坂さんのあのこう気持ちがクッとこう変わる曲として、はい、はい、実際に沖縄の曲っていうのは、はい、割となんかリラックスの曲になると、はい、はい、この今石川県にいますけど、うんうん、その前に。まあ、栃木県に11年住んでたんですね、はい、そこでエイサーをやってました。おはい、はい、うん、なのでそこでいつもね、うん、エイサー踊った後は、うん、三振弾きながら、うん、泡盛飲んで、でみんなで歌うわけですよ、はい、で踊って、はいはい、沖縄音楽大好き。わ、今のは届きましたでしょうか。届きました。嬉しいです、はい、ありがとうございます。今日は中坂さんということで、はい、あなたの探すも の, あのメールで届きましてありがとうございます。小次郎ナインさん、探すことありがとうございます。やっぱりドリプラジオだけでみんなの夢を咲かせたい、ありがとうございます。まだ種であった、種であったりつぼみであるかもしれない夢をみんなの力で応援して素敵な花を咲かせるお手伝いをしたいです。マラソンのように道のりは長く険しくとも諦めなければ必ずゴールします。みんなの夢を咲かせようというメッセージいただきました。ありがとうございます。今日はね、最後にあるいつものドリームアンドリームじゃなくって、ではあの、赤坂さんにとっての思い出の曲をちょっとねかけながらお別れしたいと思います。どうですか、入りますか。じゃあちょっと今このまま、松坂さん、今日あの出ていただいていかがでしたでしょうか。楽しかったです。あ、そうですか、はいはい、みんなに伝えたいメッセージは何ですかね。私はあの赤坂さんがされたあのプレゼンテーションの中でやっぱり大変のキーワードがあったことがすごい感動したんですけど、はい、ありがとうございます、はい、仲間のことだったり、はいはい、諦めないことをおっしゃってましたね。そうですね、
やはり諦めなければゴールできるっていう、うん、もうそこに限りますね。やっぱり僕が長い辛いマラソンを走ってきて、うん、自ら体得した経験ですので、はい、これをいろんな人に伝えたいなと思います、うん、はい、ですね。まず250キロ走ってみれば分かる、はい、その前の準備段階からやってみよう、はい、まず私はどこか砂の練習のところから砂場とか公園の公園でいいですかね。砂場猫みたいじゃない砂場かな近場でね、せめて内側ぐらい行きませんか。そうですねっていう感じか。そして奥様いかがでしょうか。改めてなんかこう夢にチャレンジされる方々へのメッセージなども応援する側としてキーワードをお持ちかなと思って。やっぱり私も諦めなければゴールできるっていうのは、250キロ走ってない人間にもやっぱり伝播していく、すごく大事なメッセージなのかなと思うので、私自身もこれをモットーに、はい、活動していきたいなと思っています。なんかこう応援の連鎖の奇跡を作るというのを伝えていきたいですが、ご夫婦単位でまず作ってらっしゃる笠川さんご夫婦を応援したいと思います。どうもありがとうございました。さて来週は最高興味のおすすめの方が登場です。お名前を。はい、金沢で、地域総合スポーツ総合型地域スポーツクラブココという、スポーツクラブを運営している奈良本由美香さんが、登場します。はい、来週もお楽しみに。ありがとうございました。ドリップラジオ金沢でした。また来週です。ありがとうございます。この後顔出しで特別に生で見てらっしゃる方々にお送りいたします。